ボズスキャックスはアメリカ合衆国のブルーアイドソウル AOR ミュージシャン。1970年代後半から1980年代にかけてヒットを放ったアダルトコンテンポラリーの著名シンガーである。1944年にアメリカ合衆国オハイオ州カントンで生まれた少年時代をオクラホマ州やテキサス州で過ごす。12歳の時にギターを始め、 セントマークススクールでスティーブ・ミラーと出会う。彼にギターを習いながら、ボーカリストとしてバンド活動を始めた。二人は共にウィスコンシン大学に進み、大学時代もブルースバンドを組んだ。1960年代前半、白人によるリズムブルースが盛んだった、イギリスのロンドンへ渡る。いくつかのバンドでプレイした後、 ソロとしてヨーロッパを遠征中スウェーデンのポリドールレコードの目に止まり、1965年にデビュー作ロズを発表した。帰国後、サンフランシスコを拠点に活動し、スティーブ・ミラーバンドのファーストアルバム、未来の子供たちと、セカンドアルバム、セーラーにギタリストとして参加。いずれの作品でも一部の曲ではリードボーカルも兼任した。セカンドアルバムは、 アルバムチャートで24位まで上昇するヒット作となった。これで評価を得たボーズは、1969年にアトランティックレコードからルーツミュージック志向のアルバムを発表したが、しばらくはセールスに恵まれなかった。ルーツミュージック色が濃い音楽を発表し続けていたボーズだったが、1976年ソウル・クロスオーバー志向で洗練されたサウンドのシルク・ディグリーズを発表した。 これが全米2位を記録し、500万枚以上を売り上げた。アルバムからも、ローダウン、AOR 曲、We Are All, Alone のヒットが生まれた。自作のダウントゥーゼンレフトからは、ブルーアイドソウルの曲、ハードタイムズ、ハリウッドがヒット。ハードタイムズは日本での最初のヒットとなった。80年のミドルマン収録曲では、ジョジョ、シモンが話題になった。同年、 再びブルーアイドソウルのミッサンがアメリカ、日本ともにヒットしている。その後、しばらくリリースが途絶えていたが、1988年発表のアルバムアザーロードの収録曲ハートオブマインがそのミュージックビデオの効果もあり、翌1989年に大ヒットカムバックを果たした。アザーロードは日本では オリコン洋楽チャートで1988年5月30日付から通算31週1位を獲得した。2003年の Bad Beautiful 以降はジャズスタンダードに系統を始め、ジャズセットでのツアーも行っている。2013年、スティーブ・ジョーダンをプロデューサーに迎え、メンフィスのロイヤル・スタジオで録音したアルバム、メンフィスを429レコードよりリリース。 3月23日付ビルボード200チャートで初登場17位を記録したシングルスタジオアルバムライブアルバムコンピレーションアルバムありがとうございます。